そして、セレブ戦の時を2回目にした、新潟12気筒3.5リッターの60
さあどうぞ大きな拍手をお送りください。桜川で素晴らしいドライバーになります。桜川連合ホンダのデモンストレーションランを皆さんにご覧いただきました。ストーカーに超えました。この80年代の後半でのあまりにも若すぎてちょっとよく覚えてなかったかもしれないですが、僕にとってはまさに青春時代の、大好きな F1 のマシンそのものであると、この MP46 のマシンで、このスーパースピードウェイで走らせてみて、そのシッティングですとか、いろんなマシンの機構がですね、もう今も全然もう移動せずにですね、素晴らしい、楽しいドライビングフィーリングを、提供してくれる素晴らしい F1 マシンでしたと、こういうお話でございます。Thank you.